おはようございます。午前6時、この日はお父さんの寮についていくことに。うわー、このここの間に結構大丈夫、これ太いんですけど、うわー結構すごいな。出港です。おお、これちっちゃな小舟でも大丈夫ですか、ここは。うわー結構不安なんですけど。細い。乗り込んだのはヤシと竹で作ったお父さん手作りの船。いける。お父さんは100メートル以上ある網を仕掛ける漁法で家族が食べる小魚を取るのだという。自分の分なんだ。これどんだけかかってんのかな。とその時。何？ごめんごめん、足を上げて。何？何これ。あらららららら、船が古くて水が漏れるんだよ。どうすんのよ。お父さん上げてるからいいけど、俺のこれ。冷たいと思ったんですよ。マジかよ。間に合わないし、あれじゃん。もうお父さんの船には水をかき出す道具があった。これでいけんだ。この日はどうしたことか魚が一匹もかからない。一匹も。100メートルもある網には一匹もかからなかった。寮から帰るとキッチンではお母さんが石臼で何かを作っていた。これはインドネシアの食卓には欠かせないサンバルと呼ばれる家庭料理。何これ。使っているのはこちらの食材。これを混ぜると、あ、美味しそう。見るからに辛そうな色合いのサンバルが。水揚げのない日はご飯とサンバルで済ませるのだという。はい。これを手でしっかり混ぜると、これうまい。これだけと思ったら侮っちゃいけないですね、これ。やっぱちょっと辛いですけど、ピリ辛ですけど、これご飯と一緒に食べるとうまい。わしがお母さんを嫁に選んだのはサンバルがうまかったからだよ。サンバルうまかったですか、本当に。美味しいサンバルを作れることがお嫁さん選びの条件だった。そして日没後、夜の浜辺を歩いていると、あれ、なんかちょっと人がいるの見えますかね。なんだ、見えない、見えない。なんだろう、怪しい動きしてますよ。なんだ怪しい動き。あ、拾ってる。はいはい。何これ。イカですね、これ。わかります。取ったの。わあ、見せてください、これ、これ。あ、すごいすごい。4匹もいますよ。4倍って言うんですか、これ。日本でいうホタルイカみたいな、ちょっとミニサイズですけど。その時、何やら音楽が。ちょっと待って、その音楽なんすか、これ。ミュージック。あ、ミュージックじゃないです、イカです。このミュージックにはなんだよ、どういうこと。遠くに見えるのがイカ釣り船なんだ。あの見えますかね。船が浜まで来るとイカも一緒についてくるんだよ。あ、もうこれここに来てみないと分かんない情報ですね。夜の楽しみはイカ釣り船のおこぼれをもらうことだった。そして取ったイカはその場でいただく。うわー、マジ野生児。マジで。いや、これ生。これを直火でさっと炙るだけ。すごい。果たしてお味は。これは絶対美味しいだろうな。勧められるまま一口。これね、マジっすか。うわあ、ほんと炭吐きました、これ。ガーパン、うわあ、照れ照れ、めっちゃ笑てるやん、水分が。もう一口食べると、うわあ、言わないです、うまい。うまい、うまい、うまい。
イカの直火焼きは驚くほどうまかった。全部がもう、はい、イカですに飲み込まれて。音楽がちょっとそこだけ一回だけ整理させてもらっていいですか。音楽が聞こえてきたんですかね。聞こえてきて、聞こえてきて、で僕はあの、うん、その音楽がイカの量と関係してるのかなと思ったんです。その曲を流すとイカがたくさん呼んでるとか。そしたらちょうど携帯のなんか、はい、あの青いなんか感じがあって、ね、あそれなんだなと思って見せてくださいという思ったら20かと思ったらそしたらイカがたくさん。それどう思ったんですか自分では。あれ違うって思うじゃないですか。いやショックでした。ショックでしたね。違うんだよこれ。なんでテンペとかってすごい流行ってるじゃないですか。今テンペ、もともとインドネシアのそうなんですよね、まあ、最近ね日本でも、うん、全然インドネシアの知らずに食べてます。聞いたことない。テンペ、うん、さらにね気になったと思いますけど、あのディレクターが食べていました辛い、うん、サンバル、はい、サンバル あちらをご用意しましたので皆さんにも召し上がっていただきましょう。ご飯に合うってね、はい、カレーのルーがないやつみたいなのが美味いもん。でも美味しそう。日村さん食べたことありますか。いや僕ないと思います。これはバリ好きでしょ。バリ大好きです。出てきなさいよ。それはやっぱり現地流に出てきなさいよ。手でさ。まだ辛い。どうですかお味の方は。美味しいですね。美味しいですね。ご飯にやっぱり合う。食べるラー油にの外国のやつって感じ。確かにそうだね。宮迫さんもねちょっとこういうの好きでしょ。ほんまにほんまに好き。ご飯粒で自分で調節で。うわどうなの。好き。これめっちゃうまいやん。これやっぱこれを作れる女性がやっぱりモテるとかあるんですか。本当に大体そうですね。お母さんたちお母さんはもうこれを必ず作れる。そうなんです。もう本当に食卓へ欠かせない。日村さんの彼女は作れるんですか。はい日村さんの彼女。僕バリに彼女いないんで。いないですよ。それに毎年正月僕会いに行ってるわけじゃない。違う。いやそうあってほしいな。あと俺ちゃんと手で食ってますからね。インドネシア滞在5日目バリ長男の寮に密着してみた。朝5時半に出港し浜から2キロほど離れたポイントを目指す。到着すると何かを切り始めた。ちょっと見せてくれ。それはビニールに針をつけた疑似餌。これを魚のように見立てて、あとは石の重しと一緒に沈めるだけ。普通のビニールですよ。本当にすごいですね。これ本当釣れるとこ見てみたい。そして30分後、お兄さんの声が一瞬おおって言いましたよ。おお、引いてる引いてる。変わってる変わってる変わってる。見てください。これ今また持ってかれました。ビニールで。あ、ちょっと見えますね。ビニールで量でかいんで、でかいんで。ビニールで釣れる。すると、マジで？お父さん、お父さん100メートルで1匹も釣れねえよ。ビニールで釣れんのこれ。釣れたのはキハダマグロ、全長1メートルほどの中型サイズ。16日ぶりの獲物だよ。キハダマグロ釣れちゃう。お父さん100メーターもやったのに。長男すごいな。マグロ漁の餌はビニールの切れ端だった。釣ったマグロは量りにかけられ重さを基準に取引される。これはお金にするんだ。これ高いっすよ。15キロだ。でかっ。15キロだったマグロの売り値は7人家族が1週間ほど暮らせる金額。マグロは魚屋さんが持ち帰り市場で売られる。夏の日没は6時過ぎ。そこから一気に暗くなる。うわ真っ暗。まだ7時なんですけど村の夜ってこんな暗いです。真っ暗なんの。なんか前にあれ見えます。火が燃えて焚き火。何あれ。人がなんか火を蹴ってますね。なんか火の周りに人が何してんの。
受けてる受けてる受けてる、ね、危ない危ない、光景日本にないですよこれ。何何これ、なんだこれ、何してんの。話聞きましょう。ちょっとソーリー、すいません、なんですか蹴ってたの。ココナッツの実だよ。ココナッツの実、ちょっと。すると黒焦げの足を発見。飯でやってんの。やけどしちゃうべ。これやけどしてんのちゃうのこれ。いやいや、たまにやっぱりやるんですか。大丈夫なの。毎年火の神様を祀る日にやってるんだけど、ヤシがすぐ手に入るから普段からやってるよ。そこで火の玉サッカーに参戦してみた。じゃあ僕4選手のこっちでやったの、okay、すげえな。せっかくだから靴脱いで裸足でやったら。いや絶対やばい、やばい、やめとけて。靴なしでね、仕方なくルールに従う庄司ディレクター、その時これまさかこれ違いますよね。まさかまさか、おいこれ何、牛のあれじゃないですか。また踏んでてきたやん。そうですか、この番組踏んでてくんのよ。マシ一回で平気ですか。もう慣れちゃったよ。平気。ああそういうところでやる。あ、これで火つけるんですね。これヤシの実ですよ。はい、オイルをかけて、オイル、いややけどする。痛くねえなこれ。多くの観客が見守る中、キックオフ。ドリブルすんのこれ。牛の臭く見ました。ちょっと待って。今いいよ。何のせいだったっすやったら。そのちょっと待って。ちょっと向こう向こう。あ、危ない。はい。やってる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 、ちょっと俺を狙うな。楽しそうやな。楽しそうにやっていますが、もちろん皆さんは真似をしないでください。すごいな。だってたかだか10分15分ですこれ。ほんで足元、僕も一丁前に。果たしてやる火の玉サッカーはやっぱり熱かった。インドネシア滞在6日目、ジャカルタ学校へ行ってみた。